私の父ジオン大君が宇宙移民者、すなわちスペースノイドの自治権を地球に要求したとき、父ジオンはザビ家に暗殺された。頑張ってね。そしてそのザビ家一党はジオン公国を語り、地球に独立戦争を仕掛けたのである。その結果は諸君らが知っている通り、ザビ家の敗北に終わった。それはいい。しかしその結果、地球連邦政府は膨張し、連邦軍内部は腐敗し、チタンズのような反連邦政府運動を生み、ザビ家の残党を語るハマーンの長領ともなった。これが難民を生んだ歴史である。ここに至って私は、人類が今後絶対に戦争を繰り返さないようにすべきだと確信したのである。それがアクシズを地球に落とす作戦の真の目的である。これによって地球圏の戦争の源である地球に居続ける人々を粛清する。諸君、自らの道を開くため、難民のための政治を手に入れるために、あと一息、諸君らの力を私に貸していただきたい。そして私は父ジオンのもとに召されるであろう。はい、というわけでオープニングご覧いただきましたが、今回からプレイステーションの機動戦士ガンダム逆襲の車、こちらをプレイしていきたいと思います。では早速ストーリーモード始めていきたいと思います。ではニューから新規ゲーム開始です。宇宙世紀0092探索、連邦は宇宙での監視の強化と反乱分子制圧のためロンドベル隊を設立。各コロニー及び反地球連邦運動の監視を行った。その中にアムノレイの姿もあった。もう完全新規ムービーっぽいですね。占拠されました。シャア・アズナブルは地球連邦政府に対してスイートウォーターをネオジオンの領土とし独立を承認することを要求しています。しかしこの後の交渉ではシャアは直接交渉は望まず、ただ実戦あるのみと言っているようです。地球連邦政府がスイートウォーターの主権を認めない場合、我々は地球連邦軍の中心であるラサに対し直接的な攻撃をする用意がある。このシャアの発言の真意について、さて、タイと一年戦争で戦ったあの赤い彗星のシャア。シャア、宇宙世紀0079ナイト。これは回想シーンですかね。予備知識なくこのゲーム始めてしまったので、ストーリーの進め方が一年戦争から始まるんですかね。いきなり一年戦争時のシャープの戦いに入りそうな、そんなシチュエーションです。ガンダム発進して、ナクサスを止める。これはホワイトベースが体験するときにシャアが攻撃を仕掛けてきたので、ガンダムね、ゲームに出たと。で、皆さんご存知のようにこの時ガンダムはそのままね、体験に突入していく。当時のモビルスーツ技術としては考えられない離れ技をやってるので、まあそういうシーンですね。このままプレイアブルモード
りそうなので戦闘をしていきましょう。シャープザク、モビルスーツの性能の違いが戦力の決定的差でないかと教えてやる。さあ、では戦闘に入りますね。おお、いきなり勝てる。ちょっと1対1のバトルじゃない。この辺りは、この、機動戦士ゼータガンダムとはちょっと違いますね。複数のキャラをロックオンを切り替えながら戦っていく感じですね。ゲームの出た順番としては、もちろん機動戦士ゼータガンダムが先に出て、その後この逆襲のシャアが出ているという順番になります。時系列的にも、そしてゲームの発売順的にもそういう感じになってますね。で、ちょっとこれもね、全然攻略サイトとかは見ていないので、このステージが、まあ、ある一定の時間経過するまで戦い続ければいいのか、それともシャアを撃破しなければいけないのか、ちょっと分かっていないので、ここはですね、どっちのパターンでもいいようにダメージもコントロールしつつ、しっかりダメージも受けていきましょう。基本的には射撃戦ですね。データゲームと同じように射撃戦をメインにしていきたいと思います。シールドも持ってるので、百式を扱った時よりかはだいぶ戦いやすいかなという感じはします。でも距離を詰めつつ、ちょっとライフルをしっかり当てていきます。シールドを構えつつ接近してライフル振りもありですね。もちろんシャアの格闘を食らうリスクも出てくるんですが、ライフルの弾が切れたときは効率化のためにビームサーベルを振っていきましょうか。ライフルの残弾は16ですね。で切れたのでサーベルを振り返します。でサーベルを構えたらですね、シールドを前に出しつつ格闘を振っていきましょう。さすがはシャア、クラッカーも投げてますね。シャア、ではシャアがちょっと耐久減ってきてるので、シャアにかかりましょう。どうだ、代表の接射で決める。連邦のモビルスーツは化け物か。艦長、ラサの参謀本部から出撃命令は降りたのか。いや、まだだ。ラサのお偉いさんはシャアが生きてることさえ信じていないよ。コロニーの連中もネオジオン寄りだし、地球から宇宙を支配している連邦を嫌うスペースノイドは山ほどいるから。だからといってシャアに地球を潰させるのか。だからアナハイムでニューガンダムを用意させている。今のロンドベルの切り札といったらあれだからな。チェン、アナハイムの方はどうなっている？オクトバーさんから送られてきた資料です。このデータによると、タイの設計より重量が3キロ減っているようですが、開発は予定通り進行しています。だがシャアが動き出せば明日にも必要になるぞ。リガジーはバックパックに旋回用のビーム砲装備している分、運動性が落ちますからね。
分かった。チェン、アスアナハイムへ飛んでくれ。ニューガンダムの納期を10日繰り上げ、次戦配備の最終調整はこちらで行う。なんかクロスオーバーしながらシナリオが進んでいくんですかね。一年戦争、もしかしたらゼータの時も出てくるのかもしれませんが、それと逆襲のシャアが、時代をね、行き来しながら、ステージが進んでいく。まあそういう感じのゲームかなと思います。では、1話ずつこちらもプレイしていきたいと思いますので、今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、逆襲のシャア続きをプレイしていきたいと思います。